もう2号線通って行こうかな、ここからぐるっと回りましょう。うん、いやもうあの周知じゃけんね、うん、微笑じゃないけん、うん、もう2号線行った方が早いんじゃないかなと思って、流れたもんね、うん、なんかどっかで見せるよって言ったもんね。あ、ほんま。どっか。うん、いや、途中に食べようかなと思ったんだけど、結構混んどる。まあ、まあ、水広で何でも。いや、管理者。管理者は。いや、じゃあ、ちょっと寄り道になる。川西やない、川西よりもうちょっと上、ああ、あの金明寺の方、そう、うん、どっか東京で一個かけて食べたら、ああ、やっと、値段だけじゃん。業界のグループ会社アステピアから柔らか弁当。別に味は求めてないんで。見た目はそのままなのに、スプーンで潰せる柔らかさ。レンジ調理で簡単にお召し上がりいただけます。食事を手軽に美味しく。詳しくはアステピアホームページ。中国産であろうかどこであろうかね、構わへん。お昼に。人工のうなぎは困るけどな。お昼に。あれだよ、ちょっと。こいつは。こんにちは。最近だよ。今日レコードの曲は釜焼きでできんと、釜焼きのケースから出てるさばきんかったらダメだ。この日はイベントやるレコードの日っていうのがもともと制定されてる。こちらは独自だしな。醤油のここ甘だれで5年くらいのレコードの結構リリースがありましてこの日、この日目がけて皆さんリリースされるんだ、あれはほんま日本人だけやっとるわっていう、めんどくさいこと何回もやっとる、なんか逆に燃えたのでブラスターがよくない、そういうことは普通の食べんかな、毒があるそれをなんとか毒に食べようとする、そうです、そうです、フグでも、フグの肝でもね、塩漬けで漬け込んできたらね、毒が抜けるんだ、そうです、そこまでやってくるけどな、そ
消費税がむちゃくちゃやけど、なんでもかんでも、あれ、人頭税ってやつやけど、ガチンコ違反だけど、国際的にもあんなん取っとんの、日本だけだから、ふざけんなバカ、はい、テレビアニメ、海のトリトンです。これは名曲中の名曲、昨日、ね、アニメの曲で一番の名曲何って言われたら、多分これ、ヒットに上がってくるね。おこれは皆さんご存知のねえ、ね、テレビアニメ海の鳥とサントラ、これはアルバムとしての歌詞なんですか？アルバムですね、うん、全部今日アルバムで登場、今日アルバム1枚と、はい、その作品の楽曲が全部 BGM が入るんです、はい、ここは裁判所にごちゃごちゃ言うてきた、これですね、音楽をですね、どっち広場間違ってたな、間違ってたな、間違ってたなんか、なんぼでも空洞器用で無視しちゃう。切るかとか言うんだ。シリーズが出てるってこと？生まれてからあいつらのそうなったことなんか一回もないんだよ。なんであいつら金払わない？本当だ、イラストみたいなのが、アニメ水画みたいなのがこう何枚もこう何も働いてないし、すごい、いやードキドキ、名人みたいなのを見ながら音楽を聴いて作品世界に聞かれるのが、世界の世界一ではないって、あ、でも日米地位協定のせいでしょ。日米地位協定は破棄してやったから、もうアメリカもなんも日本におられんから、普段なんか基地が全部戻ってくる、そしたらな、全国の基地にな、自衛隊入れたらいい、あの、水
ダーティーペアです。ここも竹やぶを切って護岸したら、錦帯橋の上に砂がぶち溜まるんですね。レコードの番組にそのままプリントしてるやつなんですけど、年代が大体87年、だけど一回流れてほんでかけ直してからそれからすぐまたもうまた洪水が来てもうちょっとで流れるかいうところまで行きます。錦帯橋の上流に砂がたまるんですね。竹やぶが端っこ通るときはそんなたまらなかったから護岸にしたらね、全部流れしまう。駅は根本的に治水が端っこ通る。肉まんか。食べる。宮城。向こうの、高速に入る手前のあれと間違えるんじゃない。ああ、そうか。あ、そうか。どこだったかな。こっちはこれか。もう今もう。ここはまあこうずっと登って、あ、向こうか、向こう、いやいや、こう行ってこうや、向こう、道が変わって新しい店とかね増えてるから、ここら辺わからないもん。あれローソン、あれのことや、あ、ローソン、あ、間違えた、そうなんです、多分そうだろう。
降りたところで。はい、ここはね、今ね。最近わからないんだよ。そうなんですよ。あれがね。あれ参拝がね、こういうね、流れてるの。なんか莫大な予想せないから。うち参拝でやったから。あ、そうか。それでここ。尺もものすごい鋭角に曲がるんですよ。これは回れる。前はここに止まったんだけど、まあ、あれよ。
いや、そんなことはないと思う。見た？ディレクターのあの真っ赤に。考えすぎるだけ。向こうにもね、ちょっと待って。ちょっとね、火をなっとるところがあるんで、この畑に。いや、でも作品の。これあった、あの橋川さんらがやったのかもしれない。まだディペア、あっの上、海の鳥と本当だ。すごい。あの、蛇の木さんも当たってますよ。皆さんすごいわ。星川さんね、35から行くいって言って、はい、これはね、追加で、はい、ということでね、ご参加ありがとうございました。いや、初めて私たちでございますが、また来てくださいね。はい、もちろんです。そう、12月のイベントもちろんあるんです。ごめんなさい、ちょっと時間がたくらしてまた後で。すいません。ということで、35頃から行くゲーム、35頃から行くゲーム、ドクテレオレコースのカントリー店長に騙されました。ということで、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。どんどんラジオ、どんどんラジオ、新聞雑誌ダンボール。本当ね、この懐中ステーションエコボックスにつけて片付けにハマってるけど、わしの漫画も出したん。一社に来ます。本当ハルポーションさん、ちょっと押してくれよ。あの人忙しいけどな、あのお昼のこのコーナーは、実際するのが春高商店の提供でお送りしました。あ、渡辺美里全国ツアーライブ歌の地グロー11月12日 JMS アステージを開催。自身初めてとなるデュエットアルバムをリリースするなど、変わらずパワフルに活動する歌声をぜひ会場でチケット好評販売中。お問い合わせはキャンディープロモーションまで。あそこにあの笠神社いうか、あの笠神社の方に、あそこの川の方の通夜県ね、ちょうど厳島神社。イオンモール広島祇園はそろそろあの辺でね、見直したのかなとか、ね、見たいですね。ということで飲みましょう。バタケさん、クリスちゃん、はい、クリスちゃんです。はいはい、ボールボーイバタケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってますか。で、この錦がずっと上流まで行って、ほんであの向こうの、高津が奥だったもんで、まあ、出雲からね、あのずっとあれがね、あの神楽の道なんで、それで、そこの床場のね、看板とか、ほか、ずっと下って、あの、旗小屋だったんや。旗小屋神社で。うん、あそこからその先にね、あの海出て行ってね、大島のあそこがあるね、神室島、うん、あ、まあ、あのそれは沿岸沿いに行っても海から行ってもね、神室から今度はあの大分のね、あの姫子島まで行って、うんうん、そこまでの神楽の道にね、まあ、大分の宇佐神宮あたりまでずっとつながっとる、あの竜王大社で、あのそこの豊富 の, あの山の奥に宇佐神宮がある。あれもね、あの豊富の鯖川からね登っていって、で、まあ、高津川に行って、うん、で、神社の神楽の中で、で、あの、二鹿がある。二鹿登っていってね、今度はね、あの、高瀬川に入る。今度はね、吉鹿っていうの。あれ、四つ鹿の。この後午後4時までに牧場絞り50個販売チャレンジというものを行っておりまして、はい、今何個売れてるの。吉川ってあの基地の
基地の蚊だったかな、うん、あれあの神社みたいな四つ鹿って書いてある二鹿と四つ鹿で、もうちょい行きたいですよ、もうちょい行きたいと思いますんで、でですね、今日は、牧場絞りミルク、ミルクカカオ、北海道産生クリーム仕立て生キャラメルの3、うん、付け合わせですとか、若部さん様のも山の人焼きや、こういうものが怖かった、うん、あっちがあったな、あ、すごいけどね、草刈るより前に立ち刈らなかったら分かれんねん、いや、切った人どうすんかな、焼くん、あれだけ炭焼くん、あ、炭焼くけども、うん、それまでどうすんだけど、どうやって運ぶ、ここで焼く、うん、まあここに釜置いて焼けばいいやと俺は思うんだけどね、もともとここにね、うん、あの炭焼きの釜、まあ、町じゃいけんけどな、うん、炭焼きの釜作ってね、その釜の熱でね、あの風呂沸かしてね、あのここら太郎で入る銭湯にして、ほんで作った炭をね、あの適当に売ってね、そういうここあのまず草刈りするんだろ、うん、草をするから、うん、草だけどもうここね、もう要するにもう、さら地にしてしまおうかと思いよったわけや、あの宝くじが当たったら、まあ、草も高くないまあ草も、まあ、置いとくところがあるよね、干し草にして燃料するんだけど、そうそうそう、まあ肥料になるけどね、うん、草もね、全然無駄にならないので、はい、マジ住んだらゴミだらけで、山住んだらゴミ持てんけん。